そういったの。あんたパッと持ってってパッと見てないでしょうね。おはよう、ひなみ。けた。おはよう。おはよう。本当だ、どこ行ったの？どう行ったの？おはようございます。味噌汁飲む方。飲む。これ出してある。飲む。どっち？外行くのひよってるやついる？いる。はい、ここにいます。私はお掃除します。もう雨が続くと玄関汚い。
ケイシンにはね、フッ素入りの歯磨き粉にしました。歯医者さんに勧められたやつ。ひなみはね、フッ素入ってない歯磨き粉。はい、ニーニーお勉強しに行くってよ。バイバイ。はい、頑張ってね。あんたパッと持ってってパッと見てないでしょうね。それじゃ耳になっちゃうこれ。それ耳です。それ耳です。ちょっとやってよ。はいじゃ。あ、今日は何食べたんですか。ママにもらったの食べたんですか。ママにもらったの。ママにもらったヨーグルトですか。ママにもらったヨーグルト食べたのは昨日ですね。まだ始まってないの。まだ始まってない。何時から？50分から8時ぴったりか。なんか部屋片付けたんじゃね。そう、片付けた。綺麗になってる ね。頑張り。頑張る。いいね。今日はちょっとね、1階で遊んでたんですけど、あんまりね、バタバタうるさくしても2人のね、迷惑になっちゃうので、一緒に行こう。ちょっとした買い物があるのでドラッグストアに行っていきたいと思います。ひなみちゃんだよ。かわいい。元気やね。ケイシンが100均で買ったワニさん。どうせやめて。今日はおむつを買ってきました。暑かったね、今日ね。思ってたより暑くなってびっくり。あとね、西松屋にちょっと寄って、ひなみの靴がめっちゃ汚くなってたので、お靴を買いに行きました。あとね、ケイシンとか、上2人はね、結構足服とかもあるし、上2人なんかね、一緒に買い物に行かないと、ちょっと服はね、気に入ったり気に入らなかったりがあるので、今回はひなみを買ってきました。あとね、長女と長男はショーツとかパンツとかを買ってきました。こちらにしました。かわいいね。結構柔らかいからね、これいいかなと思って。はい、ケイシンのクック15センチ。長女もあんまりピンク好きじゃないし、あとは男の子でしょ。なんかね、ピンクばっかり買っちゃう。ほら、じゃじゃん、1着目。かわいいでしょ。寒くなってきた頃にちょうどよくないですか。これもまたピンク、チマチョゴリみたいなやつ。フード付きのワンピースパーカーみたいな。全部ね、お店が近くに入ってるので寄ってきたんですけど、ちょっと洗剤ケースですね。これがね、割れちゃったんですよ。割れちゃったので1個買い足しました。あと長女に頼まれたヘアゴムと、おうち時間のためのおもちゃ。これ100円でこんなに入ってるのすごいなと思って購入してきました。卵ちゃんとハンバーグさん、以上です。ここどっち開けんの。ご飯何にする。メラン。
ママね、あっちっちのね。靴脱ぎましょうか、みなみちゃん。一回やめよ、ご飯だから。いただきます。おいしい？うん、ちょっとママさ、それ毎回気になってたのよ。ママ、はい、食べんぼ。はい、いい子だ。ごちそうさまでした。うん、ねえねえ、今ゲームやってるからタッチはできない。バイバイ。タッチしてほしいよってやってるひなみ。ごめんね、今ね映ってます。おー、もう、もう、今ぐらい頑張りきた。